今日も一日がこの不快なアラーム音から始まります。皆さんこんにちは。アイドルのいる生活という YouTuber をしていたみやびと申します。23歳大学生です。なぜしていたと過去形なのか。それは相方であり幼馴染であったモカがある日、今日で最後だからと告げて突然実家に帰ってしまったからです。女の子が実家に帰るときって、それもう終わりの時じゃないですか。もう1週間、いやそれ以上かもしれない。かなり長いこと会ってないような気がします。しかも驚くべきことに、この会ってない期間に YouTuber を辞めた女の一日ルーティーンとかいうモカの実家で撮影されたであろう動画がギガファイルで送られてきました。あーそこ右に左折してくれいっていうぐらい超絶矛盾している動画が届いたわけです。おそらくこれはこの動画の1個前に、ね、出してると思うので、ぜひねまだ見てない人はこの動画を見終わった後にね見てほしいんですけども、まあ、なぜこんなことになってしまったのか。理由は僕が彼女に同棲しようと告げたところから始まりました。あ、僕たちはですね付き合ってないんですよ。なんですけども幼馴染で YouTube も一緒にやっていたので同棲していた期間もありました。僕は彼女が何を考えているのかわからない、まあ、とにかく、まあ、言いたいこととしては、僕は今非常に病んでいます。辛いです。意味不明です。病んでいます。というわけで最終手段を使って相方のモカをここ東京に引き戻そうと思います。LINE でこの一文を送ればさすがの彼女も帰ってくるはず。だけどこんなこと言うのはさすがに気が引けるな。いやいや、送りました。よし、これでモカが帰ってくるぞ。明日には帰ってきてもらおうかな。そんなこんなで調子に乗って久しぶりに外に出てみました。ずっと落ち込んでた気持ちも少し晴れた気がします。あとはもう待ち合わせ場所と集合時間を決めるだけ。あまりにも余裕すぎる。まあね、僕陰キャなんで外苦手なんで、そのまますぐ家に戻りました。で玄関見るとですね、謎のスーツケースがあるんですよ。確かこれは僕がモカの誕生日にあげたスーツケースじゃないか。なんでこんなとこにあるんだろうって、まあ、気づかなかったんですよね。なので開けてみることにしました。人のものってね基本的には見ちゃダメなんですけど、見ちゃダメだって思うほどこういうの見たくなっちゃうんですよね。で開くと中には、なこれ、なんかしようとしてたのかな。みやび君に見せるよ。怖すぎるんだけど。なんとこれはシーンの洋服です。ここまで来たら開けざるを得ないですよね。お、ほんまや。なんとスーツケースの中には服がめちゃくちゃ入ってました。今回はシーングッドファインズプラス冬にぴったりなちょっと大人な女性コーデに挑戦するよ。キャー、アイアム158センチ。なめてんのこいつ。大人な女性コーデって何、あのクソガキンチョが。まあ、これ勝手に見ちゃダメな気がするんだけど、おそらく今シーンがキャンペーンをやっていて、これモカチのカンペなんじゃないか。30万点以上の人気アイテムが限定値下げ。いや手間違ってるやん。手の感じ違うよこれ。過去告知忘れない。何あの子かわいい。試してみてね。ほんならね、ちょっとやりますか。試してみてねって書いてあったので試してみたんですけど、どういうことこれ。これがモカの選んだちょっと大人な女性コーデらしい。これどう着こなすんやろ。これ子供ちゃん。これはちょっといいね。チー牛、人のものを見て勝手に興奮してます。というかですね、僕天の声なんでネタバレしちゃうと、この洋服たち着てるモカチ後で見れます。マジで見た方がいいです。なんですがこの時の僕はよく分かってなかったので、適当にしまって適当に寝ました。おやすみなさい。皆さんこんにちは。僕は今病んでいます。なぜ僕は生きてるんでしょうか。僕はここ最近モカチに振られました。いや振られたというか、まあ元が振られてはいるんですけど、まあ、同棲したくなってですね、同棲しようって言ったら嫌だと言われてしまって、モカさんがですね実家に帰ってしまいました。どうしてだよ。だけど僕ちょっとですね、心を病んでしまいまして、精神的にねかなりズタズタなんですけども、ここにモカさんを呼んでおります。奥の手を使ってモカさんをね宮城県からこの東京まで帰ってこさせることにですね成功しました。というわけでですね、今僕ですねとある東京の駅にいるんですけど、今日ねなんとモカさんとここで待ち合わせをしています。というわけでね、そろそろ来ると思うのでちょっと待っていきたいと思います。さっきから僕30分以上駅のホームにカメラ向けて立ってるんですけど、僕もしかして不審者じゃないですか。僕これ盗撮の人と間違えられて知人逮捕系YouTuberの人に捕まえられたりしませんか。客観的に見てかなりヤバい人なんじゃないですか。
って何何久しぶりもか久しぶりとかじゃなくて何緊急事態ってびっくりして急いで帰ってきたんだけど緊急事態があって何えもか何緊急事態なかった、なかった本当にちょっとね、やばいことあって何あの、ちょっともう本当に僕もう限界だわだからこんななんか魂抜けた服みたいなの着てるの家もやばいし、魂飛んでるしどうしたいやちょっと本当に来てくれてありがとう、もかもか言えなかったこの期間はもうちょっと本当にもう死ぬかと思ったもうちょっと本当に3台で本当にもうちょっと早く帰るわ違う、じゃあなんでやねん本当に緊急事態で、うん、本当にさ、今俺病んでんだよでも、もう見てもらったかると思うんだけど自分で自分のこと病んでるっていう人って元気だってあ、でも宮井くん、そんな時に聴いてほしい曲がある、うん、はーたー、欲しいで元気になったらなんか元気になったらうるさいうるさいなんでこんな元気なの怖くないあの、ちょっと本当に今自分が心がちょっとこう、おかしくなってしまってるからちょっと直すところに一緒に来てほしくてそんなことで呼んだのえじゃあ、往復代いやいや、往復代ってまた帰るつもりもうちょっと宮城に帰らせないよ勝手にしかも YouTuber 辞めた女のなんかルーティンみたいなの取ってきやがったお前ふざけんな可愛いちゃうよ結構漏れたからって思ったんだけどやっぱ宮城っていう環境のおかげで漏れたかなまあちょっとそれさておきこの駅に呼び出した理由っていうのが駅一回出てもらって出るのうんほら見てここに来たらうわひやけたらやけたよ復活したわこのちょっと会えてない期間にでも本当にちょっと自分でも自分のこと分かんなくなるぐらいちょっと結構病んじゃってだからもうここに 来ようと思ってここ分かるどこかここあれでしょえ前も来ちゃうんで来たよ2人でえそこそこに行くのそうだよなんで今ここがやっぱり自分の心の気づきやすの一番いいのかなって思ったのとあとは昔2人で来たことあるから、うん、ここに来たら、うん、もかちがあの時のこと思い出して、うん、また戻ってきてくれるかなってちょっと思ったすんごい切ないじゃん段差注意だよ一番ふさわしくないよこの土地にこんな土地にふさわしくないよやいかこれ持って猫怖いってわかるここわかるよピューロランドだよなんでピューロランドなのえだってメンヘラの人ってピューロランド好きでしょ好き俺今病んでるでしょうんピューロランド好きなの心病んでる人イコールメンヘラピューロランドみたいな行きたかったいや治るかなと思ってでも俺きっとねここ入ったら治ると思うんだよねだからもう本当にありがとうわざわざ宮城から本当だ愛してる愛してる俺のことやっぱ好きなんだなお前新幹線で来たからまあ俺のことやっぱ好きなんだ2万円ぐらいからで最後にデートってことえパクらないで本当に最後にお前が先パクってきたんやろお前って言わないで最後のデートとか言うお前って言わないでお前それもタイトル釣りやでお前って言わないでお前その前タイトル釣りやで着きましたサンリオピューランドですやった2年ぶりぐらいじゃないもしかして、ねなんか宮城から出てきてまさかピューロランドに行くとは思ってなかった駅名だと分かんないからなそうさすがにねここでさこういう風に撮ったよなこういうやつでしょうん撮ったわ懐かしい再現してよこんなんだっけ撮ったねこれ懐かしい今回もこのサムネかななんで自分がサムネになれと思ってんの宮城がサムネになるのうん、まあ、ちょっと検討しとくわじゃあチケット買いますよ楽しみなんか前髪剥げてるよはい、というわけでチケット購入しました見て、かわいいほんとだ、かわいいお前、これやろ、お前俺が似てるとか言ったやついや、似てないでしょ、これ絶対俺に似てるくないお前、失礼だなこのギョロ目みたいなうわ、ちょっともっと病んできたうわ、ちょっともう、はい、ちょっともうダメだ、僕クラゲルなもうダメだクラゲルな、宮城くんねこんなん、もうこんなん似てるとか俺もう生きていけないわアンケートでも意外と人気あるマジ、メンヘラ女子人気あるキモカワ系でキモカワ系ってことちょっと待ってちょっと僕の心を治療しに行きますかピューロランドに仕方ないから付き合ってあげるななんか洋服可愛くないめっちゃでしょなんか似合ってないピューロランドにもしかしたらお前もうピューロ来ること見越してたでしょ探していただいてガニューザーです夢の国へ入園しましたすごいねなんかクリスマスショーみたいになってるんだけどえ可愛いお前が一番可愛いよナンパされてるじゃあ一旦さ、頭つけよ頭つけるあもういやいやバットもっと病むわ普通にだから俺ディズニーとかピューロでね調子なくて頭つける男女のカップルめっちゃん綺麗やねんじゃあどこ行く最初上とか行く下行く下の方がなんか色々あったよねうんどう
かわいいな。エビフライ乗ってるやん。かわいい。どうみやび。かわいいな。常につけてた方がいいよ。ほんと？チャーハン業の。お前なんつったんや。お授業。お授業の。うわすごいピューロの世界だ。やばい、めっちゃ今元気になってきた。めっちゃ元気や今。超元気になってきた。はいで。子供に悪影響だからさ。すみません。やばい、やっぱでも今一番元気かもしれん。あ、元気だ俺。今俺いた。は？そんなことしないよ。楽しいな。雰囲気がいいな。え、なんか本当にいいね。え、めっちゃ可愛い。嘘。自撮りでも撮っとこうかな。俺もちょっとずつ元気になってきたよ。元気になった？うん。頭にタコサウィンナーみたいなのつけて楽しそうだな。ねみやくん撮って。なんで俺撮らされてんの？インスタ映えのために三脚として今扱われてます。人間としては扱われてません。ひどいです。これ普通に人を人として、はい、すいません。どう？めっちゃ可愛いじゃん。可愛い？え、可愛い。え、うちも自撮りしてほしい。いいよ、携帯貸して。ちょっと撮って。オッケー。なんで地獄地獄に大写真撮れたんだけど。俺は何してんの？ずっとピューランド来て違うとこ行こう。鐘を鳴らせるとことかありますね。僕と一緒に鐘鳴らさない？鳴らさなくていいかな。なんでやねん。この心の病を回復する天才的な方法を思いついたんだけど、めっちゃ可愛い子多くね、ここ。だから思ったんやけど、ここでキャストとして働くわ。で、俺結構イケメンやから、ピューランドにイケメンのお兄さんみたいな、そういうさ、あるじゃん、 TikTok よく拡散されてるやつあるじゃん。そのキャストになるわ。ピューロランドのイケメン枠としてみやびがこのピューロランドに降臨することによって、で、これ可愛い女の子たちがね、俺のそれによってもしかして俺完全にちょっと静かにしてな。ポムポムプリンのお部屋だ。ここみやびの部屋作ってほしいな、キャストになってな。ハンギョドの部屋ね。みやびの部屋って言ってるよ。みやびの部屋作ってもらう。 でそこに連れ込んだくんね。何を言ってるさっき。これ恐怖映像じゃない？結構吊るされてるね、うん、大量な本。これ集合体恐怖症だから結構これトレードもね、これ。うわ、怖い、怖くなってきた。ちゃんと決めて。怖い。大きいみたいな写真撮って。なんかすごい甘い匂いする。ここはこれじゃない？これか。え、待って、めっちゃ怖い。怖い。待って、待って、似すぎてる。ねえ、嬉しくないよ。親戚やん。でもあれとかさ、結構モカじゃない？マジで。待って、モカめっちゃ、待って、ここモカだらけやない？え、モカ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 。そんなにいない。どこ教えて。グレタマとかマイメロのエリアに行きたいんだけどさ。いいね。ピューランド行けない、全然わかんない。いいね、俺もそこ行きたい。マイメロ行きたい。めっちゃ行きたい。待って、俺これめっちゃやりたい。これやろう。やろう。嬉しいな。早く入れてな。何味するのかな。あと65秒。怖い怖い。すごい、またこういうの初めて。俺も初めて。あったか。本当だ、熱っ。アトラクション乗るか。30分ぐらい待つらしいけど、ね、ちょっと待っていきたいと思います。おやつあるから。確かに。いただきます。おいしい。うん、普通。これ食べれば待ちますか。30分待ちます。もうちょっとですね。ずっとポップコーン食べてた。もうないじゃん、食べきっちゃった。美味しかった。美味しかったな。ようやく慣れるね。次です。待って、めっちゃ怖い。やばい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 。全く怖ない。
よし終わりました。何よし終わった？なんか試練みたいなしないでもらっていい？これ靴狭いんやマジで。狭ないよ。でも可愛い女の子で密着できるで。やがましいよ。これ YouTuber すぎでしょ。はい、いいじゃん。いいね、いいね。次どうする？ご飯でも食べるか。ご飯食べよっか。はい、というわけでね、フードコート来ました。食べましょう。食べましょうか。シナボンのカレーにしたら。いやいや、本当にそれ美味しくないからやだ。じゃあ俺パスタにするか。じゃあバラバラで。だね。バイバーイ。1300円になります。はい。美味しそう。うまそう。普通に。かわいい。俺今日手伝いだからか分からんけどめっちゃ疲れたわ。疲れたイコール楽しいってこと？まあなんか病んでたのは消えたな。よかったな。はい、というわけで僕ねパスタですけども、モカさん何ですかこれ？モカはデミグラスオムライスみたいな。どうした？足の裏の匂いが。足の裏の匂い。いただきます。美味しい。デミハンバーグの方が。うまっ。美味しいんだ。うまい。僕もね、ちょっと可愛いやつ食べていきたいと思います。僕パチャッカのバラネーゼです。かわいい、かわいい。あんたパスタの時ちゃんとスプーンも使う人なの？使います。なんか突然行儀正しくなった。いただきます。美味しい。まだ食うてへんわ。美味しいかな。まだ食べてないね。いただきます。いっぱい食べてな。まあまあまあ、美味しいわけないでしょこんなんさ。おい、テーマパークの飯ってないけど。近くして、一口ちょうだい。普通にうまい。よかった。普通に舐めてたわ。ねえ、ちょっと交換しない？なんか突然テンション低いじゃん。交換嫌だったじゃん絶対。ピルアンド意外と飯うまいな。でもまあ高いけどね。これで1400円とかありえない。美味しくない？美味しい。やっぱミエル君さ、ちょっと心病んでるから、それアンしてくれたら治ると思うんだよね。いやいやいや、ヤミー、さすがにこれ交換だな。おい、ふざけんなよ。ミエル君全然寝れなくてさ、最近さ。なんで？今日も徹夜なんですよ。なんで？心病んでたら夏の。だからもう眠たいよ。帰ろうかも。もう心の闇は解消された気がするよ。もう元気になったの？今のアンに元気があって。じゃあもうピューロじゃなくてもよかったじゃん。ピューロにいるとよりもちまるさん可愛く見える。あ、そういうこと。じゃあいっちゃん可愛い。どこしてんねん。ピューロの中で。じゃあそれはちょっとね、言えないな。うちも可愛いです。ピューロで大食いとしたい。ピューロで大食い、うん、でもうちら小食いじゃん。ミネクは食べれる。僕はこれも食べきれないよ多分。それは頑張る。なんかミニサイズみたいにしてくれないかね。結構ミニサイズだよこれ。本当？ポテトうまいわ。宮城何虫だ？メダゲとか。メダゲ？うん。あとは友達とダンスした。なんで突然帰ったの？宮城が好きだから。でも最後のデートとかよく分かんなかったんだけど、あれなんだ？これ最後だから最後にお出かけしよう。さ、最後って何？でまたでこれでデートしてくれてるやん。デートじゃないよ。何これ？緊急招集。緊急招集。緊急招集。招集かけられた。幸せやな。なんてやね。泣かないで。ごめん、目かゆいだって。泣かないで、宮野くん。大丈夫、周りには味方がいっぱいいるからね。一人じゃないよ。泣かないで。本当にこのちゃん、僕はね、飯もあんま食いませんでした。宮野くんは何してた？本たちのことを思い続けてて。本当？うん。いや、その証拠ある。証拠？うん。何やってんの？なんかや、伸びてんの？どこ伸びてんのそれ？ご飯食べて一気に眠くなったらしいでさ、あの人、パギョドンさん。他にやっぱやってこれ眠たくなってくるってことは安心してんだろう。もうそんだけ本たちになりたかったことない。え、じゃあマジで可愛くない？え、今日可愛い、本当に。え、超可愛い。あの、頭の上浮いてるのって可愛いよ。可愛いでしょ。めっちゃ可愛いな。浮いてん、乗ってんだよ。超可愛い、これ。なんか、ここにも見えるな。ッパみたいな。ッパの先っぽみたいな。
前も眠いやん。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。行きましょうか。おいしゅうございました。美味しかったね。クオリティ高いです。いや、クオリティ高くはないよ、多分うまい感じしてるだけで。いつまで俺これつければいい。もういいよ、これやめていい、これやってるよ。そっちから撮って。あら、いいね、かわいいやん。仙台行きです。可愛かった。なんか隣に立ってきたんやけど、あいつめっちゃこっちに睨んできたけど、何あいつ。これドロドロ、これ、これ押し面、これ押し面なんだ。これなんて名前なの。ミルクくん。ミルクくんなんだ。男なんだこれ。シナモンの子供ってこと。子供じゃないよ、仲間。仲間なんだ。じゃあここさ、真ん中取ったやつ、せっかくやったら。あら、可愛いけよ。はい、チーズ。可愛いね、可愛いね、めっちゃね、可愛かったよ。これも取っとくか。何取っとく。あー、可愛いね、いくよ。はい、チーズ。あー、かわいいね。いいね。お土産見よう。いいよ。あのうさはんのさ、小学校の時めっちゃ流行っててさ、周りの友達みんなあれ持ってってさ、あれ見すぎて嫌になる。どういうエピソード。え、なんかでも本当に今日かわいいね。めっちゃかわいい。え、かわいい、本当に。久しぶりだから。久しぶりだからかな。みやえくん、いっぱいいる。俺ちゃうて。みやくん、どうした今日は。いや、顔単純すぎやろ。え、確か俺みたい。なんかめっちゃ似てるよね。うわ、え、しんどい。目がかけてる時も俺やん。そう、超似てる。これ欲しい。欲しいの。かわいい。買ったのか。うん。な、なんか。草花やだな。草花の額が出ます。あ、シークレットなんだこれ。結構草花率高くね。全部3体ずつ。じゃあ買ってあげるよ。真ん中。いいよ。どうしよう、草花だった。草花ってキャラが嫌なんだね。お前かわいい。かわいい。お前が一番かわいいよ。あげていい。はい、買いました。あげていいって、子供かよ。あげていい。ええよ。お、とりあえずうさはな回避した。嫌いすぎ。かわいい。キティ。あ、かわいいじゃん。かわいい。いいね。お気に入り。匂い嗅いだらあかんよ。ありがとう。全然ええよ。ありがとう。もちろんおかげ楽しかったわ。じゃあこれがおだちんってことだね。おだちんやな。ありがとう。じゃあ一回出ましょうか。楽しかったね。楽しかったね。一瞬だったわ。出ちゃうよ。はいよ。ありがとうございます。終わりました。楽しかったな。ちょっと心からスダイラーとともに睡魔が襲ってきたので。絶対エア君電車で寝るじゃん。寝るよね。まあ寝るね。なるね。まあ一旦家帰ろうか。俺ん家来いよ。はい、というわけでですね、家の近く帰ってきました。寒いから長ズボンにした。今ね、コンビニでアイス買ってきたんですよ。すんげー寒い。クソ寒くないと。公園なんですけども、まこれ飲みたい。めっちゃうまそう。僕はこれですね。じゃあサイダー勝手放送すんな。俺ね、ここで当たったこと一回もない。え、もう一個ってさ、うん、もう一個自分が好きなの飲めんの。そうだよ、こだま。こういう遊具は子供が遊んだらあかんのやで。結構高いよ。ほんと見て、怖い、ちょっと怖い。おい、危ない。ロムさん、うん、あ、みやみくんってこんぐらい。いや、そんな高ないわ。こんぐらい、ここぐらいやっちゃう。うん、そんな変わらんな。いや、高とか言え。あそこちょっとベンチ一瞬座りたい。いい、よいしょ。あ、疲れましたね、今日は。楽しかったね、でしょ。楽しかった。何疲れましたね。しかも自分から呼び出したい。こっちとら宮城から来てんの。かわいいよ。かわいいな、ほんまにな。じゃあ、かわいいか。かわいいな。うーん、やめてな、首こ。いただきます。うまっ。これ、サワヒナのカニ雑炊スープしたんだよ。一緒じゃない。初めて聞いたよ、先輩。あったまりました。あんたでしょ、お前らが先輩や。あー、気持ちいい。あー、気持ちいい、気持ちよ。あー、気持ちよ。あー、気持ちよ。気持ちよ。はい、して帰るよ、宮城。またセクハラとかコメント欄で言われるやつしよ。気にかくない。大丈夫そう。一応、これ合意のもとなんで。合意してない。エンターテインメントとしてセクハラしてるのでね。プル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 。僕の音叩いてください。わかった。へし。うん、おもんな。しょうがない。おい、なんか深夜の声っていいね。おいしい。眠かれ食べたい。マグタク今、うん、
すんごい食べたいマグタク。どうしてもマグタクって汚い。今ので女性の視聴者が5人消えました。きつきつや。一番男性5人消える、女性5人消えたら結構苦しい。今男性5人消えました。本当に今日来てくれてありがとう。いや本当だよ。本当にね、この顔見たらわかるでしょ、結構やっぱ鬱だったんよ。でも今めっちゃ元気、すごいすっきりしてる。要するに楽しかったなって。なんか2年前にも確かね、あの時喧嘩してたんよ。でちょっと仲直りした時に行ったよな確か。楽しかった思い出があるから自分の中で。ピューランまた行けて楽しかったわ。まあでも宮城帰ってどうなの、同同棲とかはなんか気持ちの変化的にもあるの、うん、俺的にはもう、まあ、前言った通り戻りたいなと思ってるの。もっかがでもまだ戻りたくないよっていう感じなのに、まあ無理やり同棲するのも良くないかなとは思ってはいるんよ。まあだからその正直なところの気持ちがまだあんま聞けてないから、なんかそのどう思ってるのかっていうのはやっぱ聞きたいんだよね。もかは宮城に久しぶりに帰って、やっぱ宮城ってめっちゃいいところだし、生まれ育った町であるので、やっぱ宮城が好きなの。まあ正直今も宮城に住みたいなって思って一回帰った。え、住むって宮城に住むってこと、うん、いやてか無理やろ、東京怖いもんね。いや YouTube 終わりじゃん、そしたら。で思ったけど、宮城に住んでると YouTube のことでも不便なこといっぱいあるから。あると思うよそれは。まあ今はダメだなと思って帰ってきた、うん、なんで宮城住みたいの。好きだから、シンプルに、うん、この宮城と宮城だったか、宮城なんやが好きだった。あーなるほどね。この目を見て、え、ちょっとよく見せて。目の中なんか入っとるよ。深夜の公園でキスしてるヤバいやつだった。してないしね。なんで、うん、そうでも辞める気はないし、うん、続けていきたいので。いや辞めんのかと思ったわ、うん、突然帰るから一回リフレッシュも兼ねてね。まあいろいろ思うことあるけど、宮城くんと住みたくないわけではないよ。え、本当？まあ楽しいしな、撮影もいっぱいできるしな、一緒に住んでた方が。住みたくない理由もあるんだ別に。うん。え？まあ確か俺もあるよそれはな。あ、住みたくない、それだって女の子連れ込めんし、やっぱ。じゃあちょっと宮城変えようかな。じゃあ今からは純粋潔白な宮城になって、じゃあはい、僕は純粋です。僕は純粋です。僕は潔白です。僕は潔白です。神に誓います。神に誓います。嘘だったら殺してください。死にたくない。嘘やから死にたないやん、そんな。え、嘘やん、嘘やったら坊主にします。坊主にします。どういうことだよ。まあまあいいでしょう。でもまあまあちょっと考えてるってことね、うん、期間が必要なのか。でもやっぱ宮城くんと いた方が一人よりは楽しいよ。うん、まあそれはな、こんなかっこいい人だったらな、女性としてもちょっとときめいてしまうよね。なんか言い方キモ。おじさんみたいな人。わかりますか一回。うん、寒いしね、寒いな、風邪ひいちゃうしね。でも冬はいいね本当に、空気が澄んでて。純粋な宮城や、うん、気持ちいいよ。宮城くん女の遊びとかしたい？全くしたくないね。宮城くん家に女の子連れ込みたい？いやそんな連れ込むとかはちょっとね、うん、しんどい正直。やっぱ多彩性がいいの？いやもう一人の女性をただ愛したいかな。愛を知りたい。もういいよ、はい、帰ろうもん。